はい、どうも KB です。今日はですね、シンバルミュートについて話をしたいと思いますね。で、シンバルミュートっていうのは、まあ簡単に言うと、その叩いた直後に掴むっていう、本当に至ってシンプルな話なんですけど、その掴むタイミングっていうのはおそらく大事になってくると思うんですよ。で、結局それでそのどのタイミングで掴むかっていうのが、その四分音符なのか八分なのか十六分なのかっていうところなんですよね。だから、ワンツースリこれだと四分音符ですし、これだと八分とかっていう感じになってくるので、でドラムって基本的にその自分でそんなにその音符幅っていうのが、まあ太鼓類とかだと調節できないので、結構気にしない人っていうのも多いとは思うんですけど、そのシンバルに関しては割とそうやって止めたりとかっていうのは自分で調節できるものなので、そこはちょっとこだわってほしいところですね。で、シンバルミュートなんですけど、今はその右手叩いて左手で止めてるんですけど、いろいろ方法があって、例えばですけど、片手で打って片手で止めるっていう方法もあるんですよね。っていう方法もあるので。例えば右のシンバルなんて打って左で止めるっていうのはちょっと体勢的に大変にもなってくるとはっていう時は、ほんとこうっていう方法も覚えてもらうとバリエーションの幅が広がると思いますね。で、当然のことですけど、打った直後に止めなきゃいけないので、ちょっと忙しいです。まあそれも、まあよっぽど早い状態で16分音符止めじゃなければよっぽどできるとは思うので、それもちょっとこう右も左も練習してもらうといいと思いますね。以上です。